はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターのソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。昨日の動画でも言った通り、今シーズンそんなにがっつりやる予定はないので、まあ、ぼちぼちね、なんか、まあ、楽しくやれたらいいな、みたいな感じなんですけど、これちょっとどうしようかな。これ選出、砂場、城ですな、どっちだあれ。進化してっかしてねえかよくわかんねえわ。相手も受けループだね、これ。そうなると、サイドンが暴れれる感じはあるけどね。キュアワーに対してハピで、瞑想つ、いやー、微妙だな、正直。サイドン投げて、ドヒドが欲しいか、そうすると。割と。ドヒドサイドン、あと1みたいな感じで、まあ、ハピでいいか。サイドンから入って、ドヒドハピで、ドリルぶっ込みに行きます。それで多分、いけるんじゃないかな。で、今シーズンは、そう、その、今月の23日、だ今日からあと20日後だよね、に、冠の雪原が来て、11月からね、ルールが変わるんで、そっちをちょっと楽しみ、どっちかっていうとそっちの方が楽しみなんだよな、新シーズンの方が。TOD15 分っていう超不満要素はあるけど、とは言っても、まあね、7世代のポケモンたちが使えるっていうのは結構、楽しみですね。バルジから来た。はいはいはい。毒刺してくるかな。毒刺してくる。毒刺してすぐ、白ですね、引きとかは結構めんどくさいんだけど、行っていいと思うんだよな、これ。毒刺されるにしても。あ、挑発、はいはいはい。ステロとか読んだのかな。一番安いとこから来たね。まあまあ2回打てばさすがに当たる。だって当たんない確率 49% だからね、2回打って。これは当たんなかったら運負けですよ、こっちの。 50% 以下はなあ。はたき、ああいい技持ってるね。奇跡取られちゃったな。でも角ドリルチャンス2回作らせてくれてるからな、この人。ちょちょちょ、当てろ当てろ当てろ、ミカ様。まあまあ入るか、さすがに。オッケー、そんな、3回打ったらそれ当たるわ。5つ目ね。はいはいはい。でもこれ、こっから TOD で勝ちだからね。相手から、ドヒドハピ突破できるポケモン存在しないから。相手の6匹の中に。勝った。勝ち申した。ドドヒーで、これもドリルまだ打っていいけどな。寝れるし。熱湯がやばい。死ぬかな。トーチカから来る。はい。まずいこと起きたね。送っちゃうけど。それはちょっと困りもので。まあ、おとなしく TOD するか、こっから。ドリルでなんか、楽に終わんねえかなとか思ったけど。ハピーの方がいい。トーチカから入ってるってことは、どっちなんだろう。まあ、ハピでいいか、一回。毒ビシなんだったらハピ投げといた方が楽かな。まあ、瞑想で。で、毒技と霧の両立はないから、霧あるんだったらこの時点で TOD で勝ちで、もう何やっても負けねえよ、こっから。はい、降参しろ、TOD で負けだろ、お前。毒毒ある。はいはいはい。まあいいけど、別に。ハピじゃないとこの後まずいこと起きるポケモンいる？いないよね。ああ、キュアワーがちょっとめんどくさいぐらい。まあ、ドヒドで、霧連打して勝てるから、引いてきた。はい。誰？ハピナス。いやー、じゃあさすがに勝ったかな、これは。いやー、でも TOD はね、めんどくさいね。このランク帯でやりたくないから、サイドン引きます。
あくまでも、倒しに行く。感じでね。土俵で、ちなみに言っとくけど、これ、勝ち試合ですからね。ハビアス、どうせ、サイドンに通る技持ってない。どうせ、トラータでしょ？それぐらいはいいわ。サイドンさすがに削れてきてまずいんで、寝ます。いやー、でかくなってきた。もう、ドヒドイで見せた方が良かったかな。相手そうすると、で、切り見せたら素直に降参してくれたかな。サイドン死んだら逆にこっちが負けかねないんだけど。いや、これ角ドリルケアでしょ？おそらく。ウォールから来た。ウォールする意味あったのかな。寝るけどね、こっちは。全然寝るけど、自信が出るといいかな、割と。はい、OK。もう、お前、ドリル撃たれて、バルジ死んだ時点で降参しろ。もう一戦やります。はい、じゃあそのまま続けてもう一戦やっていくんですけど、ちなみにさっきの試合、ちょっと勘違いする人はいるかもしれないけど、僕普段、あんな無理な立ち回りしないんで、ちゃんと、ウケループミラー1体殺したら裏引いて、なんかドヒドイでちゃんと切りを押すとか、そういう TOD、ちゃんと僕やるんで、ちょっとね、はい、そういう、今のさっきのは、めんどくさかった。ちゃんと3桁以上の対戦とかちゃんとやってるからね、僕も。これでも。これホルードやばいから。ちょっと待って、ホルードやばくねえか、これ。ポットでつもいて、いや、やばいポケモンだらけなんだけど。どうすんだ、これ。まあ、抜けに持っていくのが割と一番いいかな。助け立てに、なんかぶち込んで、みたいなノリでいいから。抜け人でラップも見れるでしょ？そうなるとハピ別にいなくてもいいな。まあ、ポットですがちょっとやばいんだけど。やばいかな、ポットです。なんとかなるだろう。さすがに。抜け人。ドヒドイで、サイドンとかかな。ガマゲログちょっとめんどくせえな、これ。ただラス。いやー、ガマゲロゲやばそう。だけど、パチンコドラゴンが一番なんか無視できない感じがあって。もうホルードは、抜け人で助け立てに鬼火入れて、まあ、土俵で見るみたいな感じでいいと思ってるので、それよりパチンコドラゴンの方が怖いと思いました。ポットでつから来たね。あと、ま、最悪土俵で無理やりダイマックス切って、ストリームとかも結構押せなくはないから。ポルガイから入っていいんじゃない？ここ。助けあるし。相手殴ってくるとしても。あ、オッケーオッケーオッケー。お前舐めてんじゃねえぞ。空やぶにさ、ポルガイから入ってさ、影打ちで。ワンチャンいけね？ B 下がるしね。おいおいお前おう当たった。これ、エフェクト遅いから、外したかと思うんだよな。オッケーじゃない？なんか、これでバトンできなくなったけど、この人。早くなるけど、抜けに殴ってくると思わなかったでしょ。まあ、不意打ちがあるか、アタッカーなら不意打ちあるんだけど、バトンだと思うから不意打ちないと思うんだよな。あんのかな？まあ、あってもいいよ、別に。あ、オッケーオッケーオッケー。ちょ、抜けに寄ったわ、めっちゃ活躍した。抜けにね、シーズン2か3とかぐらいの時に、なんか強くねって思って、厳選したらたまたまなんか色違い出たんですよね。土人の。で、なんか進化させたらテッカ人と抜け人の色違い両方できたんですけど、テッカ人どこ行ったかもうわかりません。どっか行きました。またどこです。はいはいはい。これも実はちょっと、あ、待って。これ何食らっても死ぬことになるじゃん、抜け人。やばくね？いや、でも、待て。相手、冬じゃない。化学変化ガスだから。ということは、つまり、サイドンで、OK。こう、10万とか打ってくんじゃないかな。まあ、ハピーたらそもそも、通んないポケモンだから。
なんで投げてきてるのかよくわかんないんだけど。はいはいはい。解放者。地面の通りが別に悪いわけじゃないから、ここ行っていいと思うんだよな。ダイアースで。で、裏パチンコドラゴンならもう勝ちで、パチンコドラゴンじゃないならサイドン別に捨てても割といいわけで、ガマゲロゲね。はい。これちょっと困ったな。ただサイドンこれだと別にまあいなくてももう困らないといえば困らないかな。ちょっと、そう、その色違いの抜け人が割と僕なんか嬉しくて、時々使ったりしてたんですけど、ちょっと活躍して嬉しいですね。まさか、抜け人殴り合って相手のポケモン1体倒すとは思ってなかったですけど。強っ。ねえ、これちなみに、このガマゲロゲが型次第では、僕ここ勝つと思ってるんですけど、どうです？ダイアース行っていいですかね？相手もでかくなるかな？でかくなってきたね。で、4倍弱点だけど、水技は多分耐えるんだよね。ダイマしてるからこっち。で、地面技も当然耐える。特殊だった場合が怪しいけど、アースで D 上がってるから、まあ、なんやかんやなるんじゃないかみたいな、ところだけどね。このガマゲロゲ貯水だと思うんだよな。ただ、抜けに引きとかも考えると割と、ああ、普通に打ってくるんだ、ストリーム。物理だったら絶対耐える。耐えるね。物理かな、このダメージはさすがに。さすがにこれは物理かな。アース。よいしょ。オッケー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 。ただ、打点持ってるポケモンが、おらないから、ここさすがにウォールで。で、ガマゲロゲをダイマックスからして抜け人で、しばいて、みたいな、ノリでいいかな。ストリーム。ね、次何打ってくるかな。ただ、こいつ残飯なくて回復しないってことがもう分かってるから、抜け人引き読まれるの嫌だし、ドヒドヒ一回引いとこっか。ここまあ抜け人引き読んで、じゃないと、まあ抜け人のポルガイとかが裏に一貫するのと、ガマゲロゲ倒されると相手多分もう無理になるから、と思ったけど普通にアースだったね。まあこれ耐えるけど、さすがに。でも結構致命傷になっちゃうな。だからピンで入ってるからさすがにスイスイのアタッカーとかじゃないと思うんだよね。で、なんでここ僕一回ドヒド経由したかっていうと、第6区とか打たれてた場合に、抜け人、助けとか関係なく砂めで結局死んじゃうんで、ここで抜け人引きで。で、ドヒド対面だから、毒毒打たれること考えると相手視点、ああ、普通に引いてくるんだ。ただ、あの HP だったら、影打ちで取れるんだよな、抜け人の。だから抜け人、こう、鬼火とかもらって死ぬのが一番むしろまずい話があるから、ここサイドンでいいかな。ドヒドヒでしかも再生力発動しなくなっちゃったな。化学変化ガスされたせいで。さあ。サイドンは特性持ってないポケモンだから別に。オッケーオッケーオッケー。ドヒドヒ引き読んでるね。で、10万も普通に食らうんだよな。10万放射まで見えてて、鬼火ないってことが分かったら一回抜け人で。突っ込みに行っていいんだけど、寝た方がいいかな、サイドン。多分。10万打ってきたね。地震で倒しきれなかった場合は、返しの攻撃と、その上から打たれる攻撃で死ぬとまずいから、眠るから入ったんですけど、これは多分割と大丈夫だと思うんだよね。俺、抜け人、初めて、超活躍する試合かもしらん。めっちゃ嬉しいわ。ポケモン本来の楽しみ方かもしんない。好きなポケモンを活躍する。抜け人別に、そんな好きではないけど、まあ色違いが出てちょっとなんか嬉しくて、好きになったみたいなとこあるけどね。自信が出ると嬉しいなここ。あー、まあ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 。出たものは悪くないんだけど、当たんないんだったらしょうがない。ここ抜け人引きで。影打ちで倒せるから、
割と別に、ここ読まれようがなんだろうが。で、寝てるから毒毒も打ちたくないと思うんだよね、相手視点は。だと、ここ、素直にずっと抜けに投げないで来てるから、あ、オッケー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 。守られていて、地震、物理か。鬼火入れてもいいね。で、ガマゲロゲをなんとかしてから、サイドンとマタドガスなら勝ちだから。で、マタドガスに引かれること考えると鬼火で。あ、そう、引くよね。オッケーオッケーオッケー。まあ、外しで困ることが起きるんだけど、まあ、ここ当てるなら全然オッケーだし。うん。影打ちでマタドガスちょっと削っても別にあんま美味しくないからな。引くのは目に、相手、そう、その、ガマゲロゲ取っとかないと、結局ダメになっちゃうから。これでマタドガスが、まあ、いつかは、お亡くなりになると。寿命で。だから、割と、楽な感じになってると思うけどね。最悪マタドガス結構削れてくれば、助けた手に殴って影打ちで、で、その影打ちプラス、ポルターガイストプラス、みたいなノリで倒せて、裏も、そのまま持っていけるから、うん。ここしかももう一回寝言チャレンジもできると。いけいけいけ。かませかませかませ。これも、自信が一番いいな。当てるなら角取りでも別にいいけど。まあ、自信がいいな。はい、オッケー。やった、脱げに活躍した。いいね、これ。じゃあ、ちょっと嬉しい気持ちです。おつ。